これでヨーヨーの準備は完了です。最後にヨーヨーをプレイするときは必ずこれらのルールを守ってください。その1、ストリングはこまめに交換しよう。古くなったストリングはトリックがやりにくい上に突然切れてヨーヨーが飛んでいってしまうことがあります。危険なのでストリングは2時間程度を目安にこまめに交換しましょう。その2、ヨーヨーを人に向けて投げない。ヨーヨーは常に高速回転するものです。髪の毛に絡まったり顔や体に当たったりすると危険なので絶対に人に向けて投げないようにしましょう。その3、周りをよく見てプレイしよう。家の中には壊れやすいものがいっぱいあります。窓ガラス、電球、テレビなどなど壊してしまったら大変です。必ずプレイしてもいいところで周りをよく確認してからプレイしましょう。外でプレイする時も周りに人がいないかをよく確認してからプレイしましょう。特に車や人がよく通る場所でのヨーヨーは絶対にやめましょう。